中世記念堂で展示された小解析広録日本語版小解析広録は中華民国総統の小解析のベージュを記念して産経新聞が1974年8月15日から1976年12月25日まで紙面で連載した企画記事及びそれをまとめて出版した書籍中央日報より 小介石広く中国語版中世紀年堂で展示された小介石広く英語版一認証形式の序述となっているが自伝ではなく各種資料をもとにまとめ上げられた伝記である新聞連載機関は彼の裁判年から死亡の翌年まで中国国民党投資委員会などの協力を得ており当時の中華民国政府の公式見解を知るのに 役立つが、執筆にあたっては、あくまでも中華民国側の文献を採用とあることや、前述のように一人称を採用していることからも、伺えるように、紹介析の障害を客観的に再構成するというよりは、紹介析の政治的立場を代弁するという色彩の強い内容となっている。小介析広くは、南京大虐殺で遭難者が三十万から四十万人と、 記述したが、遠藤金之助は、月刊日本において、巨言の温床と批判した。中世記念堂内の文物展示室において、全15巻が展示されている。小海石広く、全15巻。1975年から77年にかけ刊行。小海石広く改底特装版、上下。上記全15巻の宿役版。ありがとうございます。